本日日本時間8月2日の朝、アンダー20世界選手権の男子 5000m 決勝が行われました。日本人選手は佐久長聖高校の吉岡弘人選手、駒澤大学の佐藤圭太選手の2名の選手が出場されました。結果を、振り返っていきたいなと思います。優勝しましたのはエチオピアのイフネ選手、14分03秒05。準優勝はエリトリアのメブウラトゥー選手、14分03秒33。3位入賞を果たしましたのはエリトリアのサムエル選手、14分03秒67ということで、非常に大接戦となりました。上位陣、日本人選手も活躍されました。佐久長聖高校3年生の吉岡弘人選手は14分10秒68ということで7位入賞を果たしました。期待されました駒澤大学の佐藤圭太選手は14分26秒19ということで、11着に終わっております。優勝は逃してしまいました。早速上位陣を振り返ってまいります。そして日本人選手を振り返ります。この今回のレースなんですけれども、最初の 1000m は2分59秒、次の 1000m も2分59ぐらいで走ってるんですよね。 2000m の通過が5分58秒ということで、15分前後ぐらいの記録ですよね。14分台を狙うような選手が並べるようなラップを世界大会で、行われたということで、非常にスローな展開から始まりました。こうなってくると佐藤選手チャンスあるのかなと思ったんですけれども、一気に上がりすぎましたよね。2000m から 3000m が先頭は2分48秒、そして、3000m から 4000m が2分46秒、そして 4000m から最後 5000m が2分32秒まで上がりました。これだけ上がってしまうとなかなか日本人選手食らいついていけないのかなと、苦しいのかななんて思いましたけれども、吉岡選手は特に粘りましたよね。粘り切った。そして佐藤選手は苦しんだ、そんなレースだったと思います。吉岡選手と佐藤選手を振り返ってまいります。最初に振り返りますのは日本人選手最初の入賞となりました、長野県佐久長聖高校3年生吉岡弘人選手、14分10秒68の好タイムで7位入賞を果たしました。どんな展開でも強さを発揮できるのが吉岡選手の強みなんですけれども、離されたり追いついたり、ただ離されきらずに走り続けたことが入賞できた一番の要因なのかなと思います。吉岡選手高校3年生ということで、時期が被ってしまいました。インターハイと被ってしまったんですけれども、高校最後のインターハイ、捨てたというかを放棄して、そして世界選手権にやってきたということで、いつか世界で戦いたいという強い夢希望があるということで、そのためには世界をいち早く経験しておきたいと初めての国際大会を選びました。その強い気持ちが入賞という形に実を結んだのかなというふうに思います。素晴らしかったんじゃないかなと思います。吉岡選手の魅力としてはどんな展開でも力を発揮できる、本番にとにかく強いと、持ちタイムも強いけれども本番にとにかく強いのが吉岡選手の強みなんですよね。それを体現できたレースだったんじゃないかなと思います。超スローと言えるようなペースから始まったので、どちらかというと駒澤大学の佐藤圭太選手の方がチャンスあるのかなとは思ってたんですけれども、一気に上がったじゃないですか。だからあの辺りはやっぱり吉岡選手の方が、良さが出たのかなと思います。吉岡選手本当強いですよね。強さを発揮しました。今シーズンも黒缶日本選手権でアンダー20の部優勝を果たしております。そして春の高校以内駅伝はエース区間最長区間で区間賞を獲得、そしてアンダー20日本選手権も優勝を果たしているということで、全国大会のタイトルを片っ端から根こそぎ持ってってるというようなそんな素晴らしいパフォーマンス、それだけのプレイヤーだったということですけれども、今回非常に難しい展開になったと思いますし、アフリカ勢が非常に、やはり強かった、そんな中でやはり吉岡選手最後まで走り切ったっていうところは強さ、そして今後の糧につながるんじゃないかなというふうに思います。やはり強かったなと思います。本当に先ほど申した通り、高校最後のインターハイを切り捨てて国際大会世界選手権を取りましたからそういう選択が間違いじゃなかったということを入賞して証明してくれました。本当にその覚悟っていうところが見えた走りだったのかななんて思います。
まあ、あの吉岡選手もね、あさって行われる 3000m 決勝にもね、エントリーしておりますから、まあ、このあたりも非常に楽しみだなと思います。まあ、3000m の方はね、あのアフリカ勢スプリント能力ありますから、まあ、吉岡選手にとってはかなりタフな展開になるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、思い切りねスタートから突っ込む展開になれば高校記録のね更新も十二分に狙えるんじゃないかなと思います。今回のね粘り強さ、本当に離れたり追いついたり、ただ離されきらずに走り続けて冷静に集団に追いつく、そしてラスト 1000m までね、 4000m までは先頭集団にいましたからね。でそこからラスト 1000m 先頭は2分30秒ちょっとできました。吉岡選手はね2分40切るぐらいで走ってますからね、最後の 3000m をね8分25ぐらいで吉岡選手走ってますから、めちゃくちゃ強いですからね。まあその強みっていうのをね、あさってまた見たいなというふうに思います。まあ、非常に素晴らしい入賞でした。入賞おめでとうございました。そして2人目の日本人選手は駒澤大学1年生の佐藤圭太選手、14分26秒19のタイムで11位という結果に終わりました。まあ、あの佐藤選手の魅力としてはね、スピード持久力なんですけれども、まあ、4000m 手前で離されてしまったと。ラスト 1000m が2分32秒ということで、ラスト思いっきり集団のペースが上がったんですよね。その前に離されてしまったということで、まあ、さらに差がついてしまったという印象ですね。まあ、吉岡選手がね14分10秒に走ってますから、佐藤選手は14分26秒ということでね、16秒も離されてますから、やはりこの離れるポジションポイントがね早すぎたのかななんて思います。まあ、これはしょうがないのかなと思います。佐藤選手といえば昨年洛南高校時代 1500m、 3000m、 5000m で日本高校記録を樹立されました。もうね歴代高校最速というね実績を引っ提げて名門駒澤大学に入ってきたわけですけれども、まあここに来てねやや苦しんでる、そんな印象ですよね。ただまあ春先にはね 1500m はいろいろ挑戦して割とねいいタイムで、アベレージを残しましたし、 5000m に限って言えば13分22秒の自己ベスト、樹立されました。で私もね動画出しましたけれども、13分22で走れるのであれば日本選手権オレゴン世界陸上は1500ではなくて 5000m で目指した方がいいんじゃないかと予想してましたけれども、日本選手権はねその予想通り 5000m にエントリーしてきたんですよね。ここまでは予想通りだったんですけれども、日本選手権思うように結果残せなかった、そこからレースに出てもね本当に苦しい状況が続いてたんですよね。まあそういった意味で、まあなかなかね今回も苦しい展開が予想されるなと。 5000m に限って言えば吉岡選手は勝つんじゃないかと私予想でね話してましたが、その通りになってしまいました。まあ誰しもがね苦しむ時期ってあると思うんですよ。伸び悩む時期って当然誰しもがあると思うんですよね。そこに差し掛かってきたのかななんていうふうに思ったりもしております。まあそんな佐藤選手ね、あさっての 3000m、 今は距離が短い方がねまだ耐えうることができる、得意のスピード押し切れる可能性はあるんじゃないかなと思いますから、まああさってのね 3000m に期待したいなと思います。ということで今回の動画は本日8月2日U20 世界選手権男子 5000m 決勝が行われましたが、日本人選手の吉岡大翔選手、佐藤圭太選手の結果を振り返るとともに、上位陣アフリカ勢の記録も振り返らせていただきました。まあスローな展開となりまして、やはりねラストまでもつれる展開となりましたけれども、まあ、特に吉岡選手はね見事なパフォーマンスだったんじゃないかなと思います。まあ、佐藤選手もね悔しさあると思いますから、あさっての 3000m にね大いに期待したいなと思います。ということで、あさっての 3000m、吉岡大翔選手、佐藤圭太選手、ぜひとも注目しましょう。以上、